皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野祐二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います。この動画を視聴するすべての方への注意点ということで、ここでね、この動画を止めていただいて、大きな画面で一応よく読んでください。一つでもね、えー、承諾できないところがありましたら、 えー、この動画を見ないでね次こ、えー、この動画をそーっと止めて他の人の動画を見てくださいそれでは今日も行きます2019年3月4日月曜日日曜草コイン中野研究会ええー、会今日ね寒いです千葉県松戸市は昨日の夜からね雨が冷たい雨がしとしとと降ってまして 寒いですね寒いって言っても氷点下ってわけじゃなくて、まあ、9度とか10度ぐらいありますが、まあ、ちょっと肌寒いかな <laughs> 最近夏日だったので、まあ、10度ぐらいあるんですけど、まあ、ちょっと肌上着を着ないとだめかなって感じですね、えー、ではね本日のドル円、まあ、仮想通貨見てもあんま変わらないかもしれないねドル円マーケット分析を行っていきたいと思います。 今週はねあの、アメリカの雇用統計が金曜日に控えてるので、今週動かないですね。はいあの毎月第 1, 第1週目はね動かないですよあの、雇用統計が金曜日に控えてるんでね。いきなりいきなりね1日が金曜日で雇用統計という日もある月もあるんだけど、その時はもう動くんだけど、翌,翌週からね。今、ま、今、あ、今週は3月は今今週週はは月の金曜日今週の金曜曜日日が 雇用統計なので、今週は、子 <coughs> 隅ですね。もう毎月、毎月そうだから、毎月そうだから、もう、今始まったことじゃないですね。あんまり動かないでしょう。動くとしたらね、あの、落ちま、落ちますね。柄が来るって感じかな。ナイアらがね。これ、M、もあの、XM の MT4 なんですけど、まあ、1分足見てもわかんないよね。5分足。15分足。<coughs> だから、今日、今日月曜日でしょ、ここ窓が、窓開いて下下がったんですよね。窓開いてね。窓開いて下下がったんですよ。月曜日だからね。それで一旦上がって、ドドドドっと下がったんですね。はい。ちょっと見てなかったですけどね、これね。ただ、まあ、これ指標があったのかな。何時ぐらいだろう、これ。8時、9時ぐらいかな。1、2、3、4。 1>, 1時間7時半か、7時半ぐらいか。<coughs> はい、みんなの、民株 FX ですね。えー、っと、今日指標とかないですね、朝ね。うん、まあ、ちょっと下がって、また上がったんですね。これ、まあ騙、だまし、だましっていうかさ、まあ、だまされた人いるでしょうね、これね。 さっさってスキャルピングできればいいんだけど、まあ、あ、これ下だと思って、えー、ショートでいた人はね、ああ、上がってきちゃったよ、おいおいおい,おいって感じになっちゃいましたよね、きっとね。ただ、これ、おわ逆おワン型になってるので、まあ、きっと下がるでしょうね、これね。上がりはしないでしょうね。うん。金曜日前に、金曜日前までに <laughs>、これ上がって112円いくかつといかないでしょうね。 うーん112円の壁。まあ、一旦ここでね、112円いったんですけど、えー、ここね、112円の壁を突破しましたが、これいかないでしょうね、これ。うーん、ここですよね。112、ひ <laughs> げつけましたけどね。5分足でね。 なんか下が,下がってるじゃないですか、ずーっと。ずーっと下がってるじゃないですか。だから、下がると思いますね、これはね。まあ、これと一緒ですよね。これも一旦下がり。ん<え>ちょっと待って、これ15番足か。これ30番足ですが、ずーっときて、まあ、112円の壁、ギリギリで水平。 倉庫で,す、ね、でまあ一目均衡表は右肩上がりですけどねまああのー、上がらないと思いますよ <laughs> まあ上がんないですがうんそうですね微妙ですねただまあドルが強そうですね上がってきてますからねもう下がるでしょうねこれねうん下がると思いますねわかりませんけどね 先のことは何も分かりませんが。うーん。まあ、すごいですね。しかし、これ、冷やしで、ここ4日ばかりの揚げが、1、2、3、4日連続上げてますから、まあ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 、ほんとすごいですね、これ。ずっとロング持ってきゃよかったじゃんと。ここの下の方からロング持ってれば、どれだけ、えー、ずっと持ってれば、 173ピフスぐらいか。173ピフスですね。大したことないけど。まあ、この辺からね、ずっと持ってればね、どうせ上がるんだから。そして、まあ前から言ってるように、114円50銭。114円50銭ですね。もうちょっと上か。あもうちょっと上ですね。114円50銭まで行きますから、この辺ですね。 あとどのぐらいかと言いますと、まあ、一回下がると思うんだよね、これ。こんなに上がったら。はい、ここですから、あと、2500ピプスですね。2500ピプスしかないですね、あとね。一 <laughs> 回下がると思うんですよね。グイーンってってね、こういう音を受、OK、そうだな。こう、スーと上がっていっちゃうのかなへえ、ー。どこまで行くんですかね、したら。この辺とか行っちゃうんですかね。 113円689とかね恐ろしいですね今年のドルの強さはねあとあれですねまあこれ見てみるとこれは外為、えー、ドットコムさんの売売買板なんですが112円いくとまあ売りがちょっと入ってるんでねやっぱりね 111円85も売りが入ってるんですよねで今はっていうと969596ぐらいですよねあここだよねだからねだから上行こうとするとこの売り売り圧力が強くなっていけないとうーん、まあ、ブロック崩しみたいなもんですよねこう上行こうとすると押さえられちゃうんですよねどうしてもねうーん 売ってくる人がいるんでね。じゃあ、下行くかと。下行くかっていうとここら辺が、90が、90が買いの方がちょっとだけあるけど、85行くとも売りがすごいあるので、えー、落ちるでしょうね、これね。85からずっと落ちちゃって。ただまあ、売りの方が強いからね、80とかは。ここら辺あ、買いの方が強いからね。これ売,売りがないから、全然。 うんだから85までは落ちて、で、買いが、あ、入ってるんですよね、すごくね。まあ85まで落ちると、こう80とかも売りがバーって増えだすけどね <coughs>。落ちるでしょうね、これね。一旦落ちて、金曜日の雇用統計の様子見ですね。うん、落ちてるもんね、やっぱね。ほら、落ちて、落ちてきたでしょ。落ちてきた。 ちょ,っとちょこっとしか落ちてねえけど、落ちてきたでしょ。落ち,落ちるでしょうね、随分ね。ずいぶん落ちるんじゃないかな。うん、まあ、どのぐらい落ちるかな。50ピプスぐらい落ちるのかな。この辺ぐらいまで行くかな。36ピプスぐらいまで落ちるかもしれないですね。111円60銭ぐらいまで落ちちゃうかもしれないね。 もうちょっとはちっかもしれないね。うん。はい、あとは、まあ、指標ですよね。まあ今日はね、大したものないですよね。何にもないですよね。何にもないですね、今日はね。それで明日、3月5日,5日火曜日もないですよね。アメリカ建設支出。 まあこれ星2個しかないんだけど前回の変動幅はプラス13.6フィフスもあったんだよねだからちょっと星2個しかないけど要注意ですねだから今日の夜だよね今日の夜24時ですよね夜の24時ですねこれちょっと今日の夜は気をつけないといけないですねこれねあとはこれも大したことないでしょ前回変動幅2.2しかねえんだからそしてこれアメリカの ASM <laughs> 星しつつあるけどね、えー、これは火曜日の夜24時ですね。ただ、前回の変動幅が0.9しかないんで、まあどうかな。ただ気をつけなくちゃいけないね。明日の夜10 24時もね。うん、あとこれか。ADP 雇用者数ですね。まあ、雇用統計前のちょっとジャブって感じかな。まあ、9.6ピフスだけどね。変に動くかもしれないんで。 うん、水曜日も気をつけて、木曜日はカナダ、これは関係ないかカナダからね、うん。で、金曜日ですね。で、この中国の発表っていうのは何時に発表されるかわかんないんですね、いつもね。ちょっと気をつけなくちゃいけないってことですね。日本のこう指標もあんまり動かないですね。そして で10時半だね、まずね。アメリカ、住宅着工件数がマイナス9.7ピプス動くと。金曜日ですね。<laughs> 金曜日はこ、ちょっとやんない方がいいと思いますね、今週は。うーん、まあ、朝からやんない方がいいと思いますね。あとは、えー、雇用統計ですね。同じく10時半ですね。プラス9.4。まあ、最近動かないですけどね。9.4しか動かないですからね。 あとは24時、金曜日の24時に、あ、これ、<laughs> 動かないか。動かないですね。無視していいかな。うん。こんな感じでございます。だから、今週は、そうだね、今週は、あんまり動かないですね。金曜日まで動かないと思いますよ。うん。だから、まあ、今週、ヘッジファンドも金曜日はね、やんないでしょ、きっと。ダラダラしちゃって。 だらだらしちゃってて怒られちゃうけど、金曜日まで様子見ですよね、これ。上行ったり下行ったりするだけで。あの、レンジですからね。だからレンジの中でもしやるとするなら、うん、ここそうだね、ここ。こことこの、ここの間こことこの間の行ったり来たりを、 まあ、まあ、動いてないですね。本当に動いてないですけど、こことこの間を行ったり来たりするんじゃないですかね。こことこの間は、うん、44.5。まあ、45ピプスありますから、こことこの間はね。行ったり来たりするんじゃないかなと思いますね、今週は。うん。だから、あまあ、あの、短,短期、 短期で FX でやるんだったら、えー、この間ですね、112円079と111円631の間のレンジでですね、えー、IFO をし、あ逆張り IFO を仕掛けとけばいいと思いますよ。たくさん、ね、たくさん仕掛けとけばいいと思います。はい、あと、あ,あとね、あの、えー、と、 あれなんですね、億万長者になる FX でねわずかな資金で億万長者になるにはどうしたらいいかって話なんですけどもまずあれ出してみましょうこれですね <coughs> FX 戦略研究所の FX 福利運用計算シミュレーターですねでまあドル円でいいでしょ普通貨ペアドル円で当初資金は2万3000円 まあ、XMA に1万最初の人だけなんですけど1万入れると2万円になるんですよ500ドルまではねあと3000円のボーナスついてますから2万3000円 <laughs> それで1日1ピップス取りっていうのはちょっとあの初心者には難しいんでねあのあちょっと待ってくださいはいすいませんすいません続きやります XM では、えー、2万3000になりますね。で、レバレッジはですね、まあ、まあ結局100倍に規制されちゃうんだよね。888倍といえども、あの、そうそう、あの、資金がね、増えてくると100倍に規制されちゃうんですよ。200、そうだな、200倍、100倍かな。で、まあ、1日1ピップスってすごいね、初心者の方はすごい難しいので、 スプレッドが1.80からね難しいのでひとつ月に2回だけ30ピップスレンジレンジブレイクで30ピップス取ると30ピップスね一気に取ると2回だけですねこれでやってみますそうするとどうなるかはいそうですね最初初日初回は6000しか取れないですね2枚しか貼ってないですからで30ピップス取ったとしても2万通貨ですから 1>, <laughs> 1ピープ数200円ですね。だから30ピープスで6000円ですね。で、これい1ヶ月に2回ですね。だからほら、えー、っと、1ヶ月に2回だけ取るんですね、30ピープスはね、まあ。レンジブレイク1月2回ぐらいしかないですから、例えば今週も動かないですよね。ひょっとしたら。 まあこういう時計があったとしても動かない可能性あるんですよね。これね。こうもう、えー、って感じ。横横。横横もいいですよ、これ。<laughs> これ死んだも同然でしょ、これ。何これってこう。あ、これ動いてますけどね。<laughs> まあ、あの、横横です。動いてないも同然ですね。これ動いてないですよね。<laughs> これがちょっと動きました。これ朝ですからね、これね。これがちょっと動いただけで、あと横横ですからね。 まあこんな感じでずっといきますよ、今週は。いくとしたらちょっと落ちるかなって感じ、ちょっとだけね。はい、それで、レンジブレイク狙って30ピップスを月に2回取ると。そうすると、1年で24回しか取れないんですよね。だから24。そうすると、2万4000が1年後には547万7000になってて、 なってまほんで1回の取得が115万5000ですね385名かけられますからね100倍ですからねで2年後は48ですよねで48見てみるとここですねはいものすごい金額ですねえー、1000万10万100万1000万1億1616 16億円稼いでますね16億円 なんで、そこまで行かなくていいと。1億円はどこなんだと。ってなると、1億円は、ここですね。ここ。ここですね。1億1974万7000ですね。ここ、1億円に達成する、達成するの、ここと、36回と37回の間ですね。だから、いい1年間で20、 24回ですよね。だから24引くと13ですよね。だから半年かな。1年半。1年半ぐらいかな。で13残りますよね。で12、12で半年ですよね。だから1年半、1年と7ヶ月の半分ですね。1年7ヶ月目、1年と7ヶ月目に1億円いきますね。 1>, 1回の取得が2529万9000ですね <coughs>。だから、そんなにね、最初2万3000でいいわけですよで。レバレッジも100倍。で、1回の取得数が30ピップスですね。レンジブレイクしか狙わないので、ひ月に2回しか取らないんですよ。ポジション,ション取らないんですよ。ポジションは IFO で取っておくわけですけれども、ずっとね。で、罠を貼っておくわけですよ。あのレンジブレイクの上と下にね。 どっち行っっちててもいいよってことです、ね、まあそれあのレンジブレーク中野手法って言うんですけどあのでレンジブレーク中野手法の実はあのバージョンアップ版があってねレンジブレークの他に、えー、レンジ内のですね逆張り逆張り手法っていうのもあってあとその他にもう一つあるんですよねレンジあの逆張り レンジ内逆張りとレンジブレイクとの間のところが、えー、リスクになってるわけですよね。で、そのリスクをヘッジするためにもう一つ、えー、IFO の設定をするんですね。そうするとほぼほぼ勝つんですよ。負けることがないんですよ。だからトリプルの、えー、レンジブレ <laughs> アッパーブレイクとダウンブレイクなんでトリプル×ダブルですよね。だからシックス 6IFO 中の戦略っていうのがあってですね、それをやると、まあほぼほぼほぼっていうかもう確実ですね。確実に1年と7ヶ月で1億円はいきますね。うん。負けなきゃいいわけだから。負けなければね。ただまあ,あの、それでもやっぱりリスクっていうのはあるんでね。まあもうちょっと2年ぐらいに遅れるかもしれないね。何回,何回か負けちゃうかもしれないから。ま <coughs> あ2年後にね。 1>, 1億円は達成するからと。で、1億いったら早くて、で、まあ、1ヶ月後には、えー、2億8000万になってますよね。ちょっと待って、ここか。1ヶ月後には、1億8000万なってるでしょ。で、さらに1ヶ月後には、もう3億円ぐらいになってるでしょ。で、その次の1ヶ月後には、5億円ぐらいになってるじゃないですか。1億円いったら早いんですよね、すごくね。 ん違う違う、ここじゃないね。<laughs> すいません、ここですね。えー、1億円行った、えー、1ヶ月後には2億円ですね。2億円行ったよ翌月には3億円ですね。3億1000万ですね。その翌月には5億円ですね。まあ、やっぱり1億円行った後は早いですね、やっぱり。うーん。そうです。まあ、1000万行った後はすごい早いかなって感じしますけどね。 1>, 1億円いった後は早いですね。もう、毎月、毎月2億円とか3億円が入ってくるって感じかな。うん、うん、うん、そうですね。ということですので、その、1日1ピップスっていうのは初心者には難しいので、1月2回30ピップス取ると。レンジブレイクですね。35でも40でもいいですけど、まあ30ってほぼほぼ取れると思いますね。ブレイクすれば。 うん。それどうやって狙うかですね。あとヘッジ。ブレイクしない場合もあるので、ヘッジをかけないといけないので、そのヘッジをどうやって IFO でかけていくかっていうのも、まあ、あの、有料会の方で教えてるんですけどね。はい。だから、あとは時間を味方につけるって感じかな。まあ、今月来月で1億欲しいって言ったって、それは無理な話で、まあ、できないことはないんだけど、これ、ね、1ヶ月に2コマしか進んでないんだけど、1日 <laughs>、 1>, <laughs> 1日2コマ進めるとかさ1日まあ日30ピース取る難しいけど一日三十ピフスをね毎日取っていけばあの <laughs> あっという間に <laughs> あっという間に億万長者になりますよまあ3 7日目ですねだから2ヶ月はかかるかなうん2ヶ月はかかりますねあとはだからこの100倍レバレ100倍をもうちょっと上げられる タイタンとかナイフレックスの方で400倍とかねで,できるんだったらやればいいと思いますはいということでね今日はドル円ですねあとはあれはちょっとね仮想通貨の方はちょっと様子見かなと思うんですよねまあちょっと動いたぐらいでさあの釣ったものとしてもしょうがないわけですからね 下がってますね。41万7000ですね。ビットコイン下がってますね。うん。だから、下がれば上がるし、上がれば下がるわけですから、んまあ、下がってますね。だから、あんまりね、一気一気してもしょうがないかなと。思いますね。ビットコインが下がると、他のやつも必然的に下がってきちゃいますからね。イーサリアムとかね。うん。下がってますね。だから、 やっぱりビットコイン70万円超えてからねもう1回あのしっかりやっていくしかないですね仮想通貨はね今我慢の時期って感じかなうんまあそれ仮想通貨はまあ一とり投資してるのであれば今は FX っていうのはまあ相場毎日動いてますからわず、えー、かなピップ数でもやっぱり複利計算でね資産は増え,増えていきますから えーまあ、自分が変われば資産も増えていくってことですね自分を、まあ、鍛錬していくためにはやっぱりこの FX でねやっぱり投資技術を、えー、身につけていくというのが必要かと思いますはいそうですねだからこのね FX 戦略研究所の FX 複利計算シミュレート利計算 運用計算シミュレーターはすごく重要なので何度も何度もあのシミュレーションして計算してですね、まあ、自,分の自分なりに合ったですね、えー、投資戦略を練って、まあ、長期投資なのか短期投資なのかどっちでも構わないですよただ長期目線の方が、まあ、確実に億万長者になりますよねちょっと10億だって20億だってどんどん溜まっていくわけですからね 100億円貯めたいんだったらこれ、まあ、実際問題100億っていうのは一気にはいけ,いけないので、講座をたくさん、あの、講座開設したりえ、他のね、海外講座もたくさん開設してですね、えー、複数管理していかなくちゃいけないんですが、まあ、いろいろね、やり方はありますよ。あとは、えー、ビジネス <laughs> アカウントを取るしかないですね、やっぱりね。それでは、えー、これで、 えー、終わりりにしししたたたいいいと思まます千葉県松戸市よりトムクルーズがお伝えいたしました私はね今日はねあ今日も含めてね今週はねトレードやらないと思います今週はねチャンスがあったらやるかもしれないですがだから変わってないですよこれで先週先週ねあのここ表示されなかったんだけどここでね右ボタンを押して全理で切ってやると出てきました 今の残高は、見えないね。<laughs> これがあったね。今の残高は、1127万4700円ですね。はい。まあ、これをね、また今週に、まあ、今週やらないですよね。また来週、今週はあの方向が出ないと思いますよね。毎月そうですから、毎月頭はね。 なんで、来週から方向感が出てくると思うし IFO のレンジブレイクの IFO 設定も済んでますからそれでいいかなと思っていますはい、それではね、千葉県松吉よりトム・クルーズがお伝えいたしましたまた、えー、夜のライブでお会いしましょう失礼いたします